横浜みなとみらい21日産自動車、グローバル本社日産自動車グローバル本社は、神奈川県横浜市のみなとみらい地区にある日産自動車の本社ビル。横浜市西区高島1丁目1番1号、みなとみらい地区北部の66街区に位置する。日産自動車の前身となる自動車工業株式会社は1933年に横浜市神奈川区にて、前身企業2社の合併により設立された。以降一時期を除き1968年まで横浜市に本社を置いていたが、同年に本社を東京都中央区銀座に移転した。本館と新館に分断され、非効率な上、本館は築40年と老朽化が進んだため、本社機能の移転を検討した。創業の地であり、追浜工場や日産車体など事業所や、関連会社が多くある神奈川県が選定された。2007年1月に着工、竣工は当初の予定から1年前倒しされ2009年4月である。なお、竣工式は同年8月2日に行われた。ルノーの日本法人であるルノージャポン株式会社は同社屋内にある。なお、日産自動車の商業登記上の本店はこの本社ビルではなく横浜工場のある神奈川区宝町2番地である。本社外観をスカイビルより撮影は真未来ウォークが下部に見えるみなとみらい線新高島駅から近く横浜駅へも片平川を渡るは真未来ウォークと地下街横浜ポルタを介して徒歩で移動できる。当ビル2階は日産ウォークとして深夜の一部時間帯を除いて開放され横浜駅とみなとみらい地区を結ぶ動線の一部となっている。また、1階は日産グローバル本社ギャラリーとして、新型車や日産自動車の歴史に関する展示が行われている。建物の外観デザインは船の方をイメージしており、一部丸みを帯び段違いのような形状となっている。外観の特徴として白いルーバーは、夏季は直射日光を遮断し、冬季は部屋の奥まで光を導く効果がある。建物中央にはボイドが設けられ、自然換気ができる構造を取り入れた。オフィスフロアには南側と北側で1層ずつずらした2層の吹き抜けが設けられ、採光や社員同士のコミュニケーションに役立てられている。低層部の屋上には屋上緑化のほか約 40kW の太陽電池が設置され、電気自動車向け充電システムに供給される。2011年に第52回 BCS 賞を受賞したほか、第1回神奈川地球温暖化対策大賞、第55回神奈川建築コンクール優秀賞、第37回東京建築賞最優秀賞を受賞している。当ビル2階を貫く歩行者通路では、真未来ウォークとみなとみらい歩道橋の間に位置する。横浜駅東口方面よりは、真未来ウォークを渡ってきた場合、みなとみらい地区の玄関口にあたる。利用可能時間は以下の通りで、おおむね鉄道の始発から終電時間に合わせている。国道1号及び首都高速神奈川1号横羽線の高架を挟んで、反対側には、かつて日産横浜オフィスが置かれていた、旧日産横浜ビルがある。現在では、日産自動車の総合研究所及び日産横浜クラブなどが入居している。ありがとうございます。